皆様こんにちは今日こんなにたくさんの方がおいでくださいましたとても嬉しく心より御礼申し上げます本当にありがとうございます国旗圏は2007年の12月に創設いたしました丸7年が過ぎて8年目に入ろうとしていますこの間抜群の存在力を示してきたと思いますが いかがでしょうかありがとうございます <laughs> 今日のテーマは国際戦を情報戦ですけれどもどのように戦うかというテーマです今私たちが住んでいるこの国際社会は一言で言えば戦後の日本にとって最大の危機であります 私たちが想像もしなかったような混乱が目の前で進行していますアメリカが依然として大国でありながらも心理的に内向きになっているそしてそこに生じた政治的安全保障上の空白を間髪を入れずに埋めようとする国々 そして勢力があります言うまでもなくそれはロシアであり中国であり中東のテロリスト勢力でありますアメリカのウォール・ストリート・ジャーナルはアメリカが始めた空爆を事実上の戦争であるとカッいたしました私たちの国は 武力による戦争には参加しておりませんけれども、いやおうなく、もう一つの戦争に長年さらされてきました。それが情報の戦争であります。いかなる国も情報に負けたら、奪われるんです。力をそがれるんです。 やがては国そのものが存亡の危機に立たされます。そのような厳しい情報戦、過去を振り返ってみますと、私たちはずいぶん負けてきました。そこで今日は、二度と再び情報戦に負けない国になることができるように、国際社会でどんな情報戦が展開されているのか。 展開されてきたのか具体的な事例をたくさん交えながらその専門家にお話をしてもらいたいと思いますそして私たち国家基本問題研究所もこの情報戦の最先端に立って日本国の国益のために大いに発信していきたいそしてこの日本国の本当の意味の 再生のためにか弱い私ですけど力を尽くしますのでどうぞこれから三時間熱心に聞いていただければと思います登壇者をご紹介いたしましょうまず慰安婦問題その他で今この人ほど十王無人に活躍している人はいません我が方が誇る若手 というよりは中年でございましょうか中年研究者でございます西岡さんお願いいたします <laughs> どうぞ、えー、もう皆さん西岡さんの経歴はおとめお手元にお配りしております、えー、説明書に書いてありますけれども、えー、東京キリスト教大学でずっと 朝鮮半島問題をもう二十数年間もっと長い間、えー、研究してきた方で、えー、今この方を論破できる人は日本国にも国際社会にもいないんじゃないかというふうに思いますどうぞ西岡さんよろしくお願いいたします <laughs> そして今日の特別ゲストでありますもうずっと前から私はこの方は素晴らしい方だと思って 彼がまだ比較的無名の頃から、えー、国会における質問であるとか議論というのをこの方のお名前を引用しながらいくつもの記事を書いてまいりました前防衛大臣の小野寺一則さんです拍手でお迎えくださいありがとうございます <laughs> 小野寺さんはもうつい先頃まで防衛大臣でした本当に きついきつい国際線の中をこの可愛らしいお顔で戦い抜いてきた方です今日はどうぞよろしくお願いいたします <laughs> そして私が本当に尊敬する副理事長の拓保忠恵さんですよろしくお願いいたします 卓母さんなしには国権は知的には動きません今日はどうぞよろしくお願いいたしますで、また二日かな司会ですけれども今日もまた私が司会を務めさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますさて国際情報戦に日本はずっと敗れてきたと先ほど申し上げました本当にこの日本の 歩みみとというものを振り返ってみますとどうしてあそこでもっとうまくやれななかかったのかなどううしてこういったことが予測できなかったのかなと考えます、例えばいかがでしょうか、日露戦争の時に戦いに勝って交渉に負けたと言われました、これも情報戦であります、また、ワシントン海軍軍縮会議で、私たちは日英同盟を切られました。 このこともまた私たち情報の面においてそのもたらす効果というものマイナスの効果というものを十分に読めなかったのではないかアメリカ、イギリスその他の国々の心というものを十分に読み取れなかったのではないかそしてまた大東亜戦争ですけれども私たちは一生懸命いろんなことをやったつもりですけれども情報戦においては今振り返ってみましても 悔やむことが多々あるのではないいかとううふうに感じます、まあ、あまり古いことを言っても仕方がありませんけれども、戦後の日本もですね、これは戦前、戦中に比べて、より一層情報については弱い国になった、ものを見通せない国になったのではないかというふうに感じられてなりません。今日は 小野寺前大臣そして西岡さんなどによって多くの具体的な事例がお話に,お話になっていただけるというふうに思いますけれどもこのますます重要になる情報について私たちはまずどのような意識を持てばよろしいのか国家について情報っていうのは一体どういう意味があってどれくらいのすさまじい力があるのかということをまず田久保さんの基調講演で えー、お聞きいただければというふうに思います拓保さんよろしくお願いいたします拓保、はいえー、でございます、えー、今日私はここに座っておりますけれども、えー、実は私はあの、えー、本杯ではなくてレプリカでありまして本来座っている方の代わりにその方のお考えを皆様方にご紹介するという役目を負っているわけでございます えー、というのは、ちょっとあの冒頭で、その説明をしたいんでございますけれども、国際情勢、えー、国際情勢をどう戦うかということを、ちうちで、えー、この会員総会、皆様方の前で、えー、ご披露するには、どういうメンバーがいいかなという人選をしたわけでございます。で、私が念頭にあったのは、春日井邦夫という方なんです。 でこの人はですね、実は今日はお年で来られなくて、私に代役をしろと言われましたので、私は代役をするわけでございますが、ちょっと申し上げますと、45年前、私も36の時にですね、通信社の,あの那覇の支局長をやりまして、その時にこちらにあのお見えになっている、日本文化大学の大森芳雄さん。 大森さんはその後内閣の調査室長、本当の情報マンでございます、警察出身でございますけれども、でその大森芳雄さんが私が那覇にいたときにあの、本省から来ておられたで、そこで春日井邦夫という人が内閣調査室から沖縄の調査に来てるよということで、そこであの私はあのお二人にお会いできたわけであります。 45年間このお二人にはいろいろ教えを頂いてるわけでございますがそこで私は沖縄からワシントンに行きまして4年ほどワシントンにいて帰ってきたその時にですね銀座にちっちゃな書房なんですけど本屋さんなんですけども出版社ですけども並木書房という本の出版社がありましてそこの会長に那須田圭さん もうお亡くなりになりましたけれども、私は最もあの信,用信頼しておしたい申し上げた方であります。でそのナスダケさんのところで勉強会があった。そこでたまたま大森さんと、教本と宮になる春日井さんと私がまたそこで再会して定期的にいろいろな勉強をして現在に至っているということでございます。でその この春日井さんでございますけれども、えー、内閣調査室の調査員として22年、えー、この情,情報を扱ってこられた方でありますでまああのお言えばこれ、えー、時間があのこの限られてますので、えー、簡単に申し上げますと、えー、この方はあの高校を卒業し,してすぐ高校の先生の強い影響で あるこの思想家が山中湖にいるということで13年間その方の口実筆記をやって自分でおそらく大学3つも5つも出たぐらいの学識を備えられた方でありますその方が先ほど申し上げました那須田圭さんがやっておられる勉強会にザック・バランという小冊子があります 月に1回出ているものでございますが実になんと30年間あのコラムをお書きになったこれがあの、えー「情報と暴力」というテーマなんですでこんな面白いものがあるかということなんでございますけれども実はそのこれを私はずっと知っておりますので「X」というペンネームでこれをお書きになった で毎回私はあの面白いなと思って読んでいたので春日井さんとこういうことを申し上げたそうしましたら国書観光会という皆様ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが文藝春秋とかあの講談社とかという大出版社とちょっとあの性格をことにするんですけれども非常にあの真面目な。えー ちょっと我々の目につかないような出版をしている出版社がこの春日井さんの,このコラムを全部ですね上下に分けて出版なさるとでそこで大森さんが私はあのそこでどういう方が前書きをお書きな序文前書きというのは大森さんがお書きになってそこに私の名前が登場するだから春日井さんがあの前書きをお書きになってそこにも私の お名前が登場するで国書観光会の方が、えー、この宅久多忠というのは何者であろうとおそらくどう伺いかがわしいやつと思ったのかもしれませんが、えー、会いたいということで接触してこられたで伺ったところがその国書観光会で上下2冊にしてこれを全部刊行するんだと1冊が4百何十ページ全、えー、巻上下 上下合わせ下が600何ページ1000ページ以上でございますねこれはあのまあコラムを集大成したんでありますがこのそういうご縁で私は今日あの実は春日井さんをここに来ていただこうと思って電話をしたわけでございますだら90歳におなりになって歩行が困難である それからあの何年か前に少し病気を患われて自分が思っていることをこなかなかあの子だと口に出せないしたがってお前があの本の中の興味のある点を皆様方にご披露申し上げるとこういうことにしたらどうかとこれがあのいきさつでございますでそこで内容でございますけれどもね二つ特徴がございます一つは 今、櫻井さん大東亜戦争とおっしゃいましたけれども、第二次世界大戦というのは、大東亜戦争はほんの一つであります。我々のあの